Hi, ich bin Exocon, willkommen auf meinem Kanal, Zweitkanal, und zu Tamayura Mirai, Episode 3. Ohne weiter zu reden, wünsche ich euch viel Spaß bei der Episode und wir sehen uns zur, oder hören uns zur nächsten Episode von dem Spiel.私に人狼を押し付けておいてよく言えたものだね、ムツキ。だから人狼は律儀に警備役をやってくれた。ムツキはそのことに感謝すべき。そっちじゃないよ。もっと手前、窓を見て。普通の人にこの手形は見えないはずだけど、消しておかないとお細工すぎるでしょう。でも仏達がここまで人狼に執着していたのは私も予想外。違う、仏達はさっきまでいた。私もびっくり仰天。
警備員がすぐに気づいて放送をかけてくれた。野生の猿が入り込んだから直ちに校舎内へ避難するようにって。こっち、もう別室で待機してもらっている。まったく、宝くじに当たったと思ったら交換期限が切れてたくらいの期待外れ感だったわね。うん、ごめんね、ゆきなちゃん。落とし物、今日も見つからなかったもんね。見かけたのと同じ子？けど、そんなわけないよね。同じぬいぐるみを別の人が落とした。としたら、すごい偶然だな。あ、ごめんなさい。落とし物のことじゃなくて、マキナ、そんなに肌寒かった？なんだ、マキナの方が暖かいみたい。だってユキナちゃんが驚かせるからドキドキしちゃうんだよ。ごめんなさい。けどマキナったらちゃんと私を見ていなかったでしょ。あなたには獲物を見つけたハシビロコウのように目を離さないでほしいもの。もう、それじゃあユキナちゃん、私に食べられちゃうよ。じゃあ、気をつけないといけないわね。マキナに食べられないよ。それで、何が期待外れだったの？
別に聞いてなかったのならいいわ。もともと独り言みたいなものだったから。あ、ひょっとしてムツキ君のこと？私はちゃんと助けてもらえたし、魔法のこともいろいろ教えてもらえたから、期待外れどころか逆に申し訳ないくらいだったけどな。私だってマキナのことは感謝してるけれど。してるけど？なんか頼りないっていうか、融通が効かなそうっていうか、どんなに知識や力があったって心から信用できる相手じゃなきゃ何の意味もないっていうか、とにかくあいつには期待ゼロね。ふーん何よマキナ。ユキナちゃんはムツキ君にすっごくすっごく期待してたんだなって思って。そんなわけないでしょ。ダメでもともとくらいのつもりで行くだけ行ってみようって。私は最初からそう言っていたはずよ。もっと仲良くなれればよかったね。お友達になれたかもしれないよ、ユキナちゃんと私みたいに。冗談はよして。マキナと同じなんてあるわけない。そうだね、だってムツキ君は男の子だもん。私なんかよりもずっとずっと仲良くなれちゃうかもしれないよね。なんでそうなるのよ。私は別にそういうの興味ゼロ。マキナがいれば十分だもの。私は興味あるけどな。私をからかうために言ってるなら悪趣味よ。だって私は普通に彼氏だって欲しいもん。ムツキ君なら私たちのこともいろいろ相談に乗ってもらえそうだよね。あれ？ひょっとして怒っちゃったかな？そうじゃないわ。ただマキナからすれば普通に恩人なのかもしれないと思って。私にはあいつみたいな方法であなたを助けてあげることはできないから。ひょっとしてユキナちゃん、本当はムツキ君から魔法を習ってみたかったんじゃない？
なのにあっさり引き下がってきたのが気に入らなかったとか。だから、そういうことじゃなくて。真面目な話、マキナはあいつのこと信用してもいいと思う？君と別れるとき、ユキナちゃん何か言おうとしてたよね。あれは今関係ある？ひょっとしてムツキ君に謝りたかったのかなと思って。だってユキナちゃん、用意と勘違いしてビンタしたこと後悔してたでしょ？ユキナちゃん次第なんじゃないかな。マキナ？ユキナちゃん、覚えてる？昔ね、私が一人ぼっちで泣いてた時、ユキナちゃんが私の手を取ってくれたんだよ。私だって一人ぼっちだったわ、マキナと出会うまでは。だけど先に行動してくれたのはユキナちゃんだったじゃない。知ってしまったら放っておけないって。私の手を掴んで立ち上がらせてくれたのはユキナちゃんだったよ。そんなこと。見つけようね。せっかく二人でこの土地へ帰ってきたんだから。ええ、私たちは取り戻さなくちゃいけない。幼い頃になくしたものを、10年前の落とし物を、きっと。ユキナちゃん？なぜだ、あの娘、なぜ見つけられぬ。己、己、このような時のために印を刻んでやったというのに。ローブをまとってるんだっけ。だったら見間違いの可能性はゼロかしら。あれが仏達とかいう猿ってわけね。
どうしよう、ユキナちゃん。決まっているでしょ。物静かな観葉植物のように黙って立ち去るのよ。幸い、あいつの魔法もちゃんと効果があるみたいだしね。念のため、あのヘンテコな人形も出しておきなさい。だが忘れはしまい、あの娘が着ていた毛皮の柄ならしっかと覚えておるぞ。やはりこの道を通る人間と同じ柄よ。だが、いやいや、同じ柄をした人間がゾロゾロ出てきたぞ。はて、どれがあの娘か。ひょっとして毛皮の柄ってまさか。私昨日確か制服で、おそらく術を使い気配を消しているのであろう。だが見えるならば我の姿が分かるはず、我の声が聞こえるはず。試すか。何？びっくりしたんだけど。え？見つけたぞ。誰にも事情がある。まずはさらってあの娘かどうか確かめるとしよう。間違っていたならまた別な娘をさらえばよいのだ。いた。ほほう、いるではないか。
しようとこっちへ来るみたい。すごい速さで私たちを追ってくるよ。いいから早くあの人形を。確か唾液をつけてから投げるって唾かけるってことかな。ごめんなさいマキナ。キスするって意味に決まってるでしょ。けど初めてだとしてもさすがにノーカウントだと思うわよ。あんまり慰めになってないよ。それと謝ったのはそっちじゃないから。いや、二人か。まあよい。よくも我をたばかり逃げようとしてくれたな。約定通り迎えに来てやったのだぞ。よかったわ。あいつのこと瓶底メガネをかけた眼界並みにインチキ臭いやつだと思ったけれど、どうやら魔法の腕前については信用しても良さそうね。やはり不可能の魔法使いの仕業か。だが近くにはいないようだ。ならば今のうちというわけよ。いいわ、こっちよ。ついてきなさい。どうした？走れ！もっと走れ！娘の足ではそんなものか、うっかり追い越してしまうぞ。できるだけマキナから引き離しておきたかったけど、しつけのなってもチワワのように面倒なやつに。まあいいわ、私だって人目につくのは嫌だもの。ここならば、もはや夜ともそう変わらぬ。ここならば、夜を待つまでもなかろう。ここならば、人の娘たちをさらっても、見とがめられることもあるまいぞ。
娘たち。あなたにどういう風に見えていたのか知らないけど、残念ね。こっちも荷物運びのロバのように走り回らされたけど、そちら様はまさにトローね。ずっと偽物を得意げに追い回していたというわけよ。どうりで一人なのか二人なのか曖昧に感じるわけだ。くっなんだ、貴様の方が前の娘よりもはるかに霊威が高いではないか。貴様を喰らえばきっと永遠の命も空ごとではあるまい。ハムシが炎へ飛び込むように、アサガオが太陽を目指すように、お前たちはいつも私たちにまといつき絡みついてくる。だからね、たまにはお前たちの方が焼かれるべきなのよ。何？うわ。いたたたた。あなたって硬いのね。一応手加減はしてあげたつもりだけど、そんな必要なかったかしら。人の娘が我に手加減だと。私はね、あなたたちと違って簡単に誰かの命を奪ったりしないの。たとえ生き物かどうかもよくわからないやつが相手だとしてもね。だってそれじゃ自分でも自分が人か化け物かわからなくなりそうでしょ。もちろん私はもう一発食らわせてあげてもいいんだけど、どうする？
まったく。あの忌々しいよそ者め、これもそれもあのよそ者のせいだ。ちょっと大丈夫？己、むやみと人里になどおりなければ、まったくどこまで、あのよそ者め。しまう。まったく、どこまで世話が焼けるのだ。本当に消滅させるわよ。おのれおのれ、貴様が人に閉じ込められたりするから、貴様が我との約束をほぼにしようとするから、我がこれほど苦労するのだぞ。何の話よ。バカバカしい。生意気なよそ者め、ここは我らの土地だ。挨拶の一つもできるのか。うるさいぞ猿め、わざわざ絡んでくるのは貴様らだろうに。これはあいつの記憶。ここは我の気に入りの場所なのだ。よそ者のくせに勝手に入るのが悪い。ならば地面に名前でも書いておくのだな、田舎者の猿が。勝手に住み着いたよそ者が不可能をバカにするのか。用意のくせに人臭いのが気に入らぬ。獣臭いだけよりはずっとよかろう。
なんと、またあやつらか。道理で森が騒がしいはずよ。犬猿の仲とは言うが、はた迷惑なこと。この間も宴の最中に鉢合わせて台無しになったと聞くぞ。まったく、異国の用意どもが渡ってくるようになってから争いが絶えぬわ。だが、素直に受け入れようというものも少なくない。あやつらの場合、お互いに強情なのだ。しかりしかり、先住の者に一歩譲って空いている土地を探すなり、気に入らぬ新参の者とはうまく顔を合わせぬようにすればよいだけであろうに。どこかに争いを収め、調和を取れる者がおらぬものか。かつてこの地にいた魔法使いなる者は、人と容易に境界を引き、調和をもたらしたと聞くぞ。だが、技を受け継ぐ者がなく、光栄は断たれたままだとか。おい、聞いていたか。貴様が一歩譲ればよいものを、なぜ譲らぬ。地元のものなら他にいくらでも場所を知ってるだろう。貴様の方が譲れ。黙れ、貴様が譲るがよい。いいや、貴様が譲れ。もう夜明けが近いか。今日のところはここまでに。ん？同じだ。ちょうど冬に見る星と、どうしてこうも似ているのだろうな。今は夏だぞ。ああ、だが私のふるさとでは冬の星なのだ。ここから見る星が一番ふるさとと似ている。ここは不可能だ。不可能で最も星が美しく見えるのがこの場所なのだ。特に夜明け前は最も星が強く輝く。だからここを我だけの場所にしたのだ。誰にも譲る気にはなれぬ。欲張りめ。だったら貴様こそふるさとへ帰ればよかろう。そんなに懐かしいのならな。人臭くて申し訳ないが、私はもともと人だった。だが生まれつき霊力が高いばかりか、人よりも狼と親しむようになってしまったせいでな。気がつくと私は人を食らう化け物になり果てていたのだ。生まれ故郷の者は私を忌み嫌い、
もはや帰れるはずもない。私も、もう友人を食ってしまうのはごめんなのだ。なんだ、自業自得ではないか。言っておくが、不可能でも人食いはご法度だぞ。知っている。だが潮時か。ここでも私は厄介者らしいからな。ようやく自覚したか、よそ者め。だが、行くあてはあるのか。旅をする。いずれこのように星の美しい町を他に見つけられるかもしれんからな。バカめ、不可能の地より美しき星が見える場所など他にあるものか。かもしれん。だが所詮ここも私のふるさとではないのだから。待て。逃げるのか。なんだと。我と貴様はこの特別の場所をめぐって争ってきたはずだ。だがまだ決着はついていない。だから私が譲ってやろうというのだ。逃げるのか。それとも貴様にとってこの夜空を覆う宝石の海は戦って勝ち取るだけの価値はないということか。ある。あるよ。ならば、これからも争えばよい。我が勝てば、どこへとなり行ってしまえばよい。貴様が勝てば、我がここを出て行こう。だが、決着がつかぬ間は、幾度となり、ここを訪ねてくればよい。幾度となり、相手になってやろうぞ。なんだそれは、おかしなやつだ。ねえ、約束するのか、しないのか。そうさな。わかった。約束しよう。ここは？待たせたな。さあ出てこい。出てきて顔を見せよ、よそ者め。貴様は幸運だぞ。
聞いて驚け。なんと鬼身の娘を捕らえたのだ。生贄を捕らえてきたのだ。こいつ、簡単に生贄なんかにされたらたまらないわ。この娘を喰らえばきっと寿命などだから顔を見せんか。今、この忌々しい結界を破ってそちらへ行くぞ。今、貴様のもとへ行くぞ。ここまでして、まさかあの狼を救おうとしてるとでも。じゃあ生贄も自分のためじゃなくて。おお、よそ者め、ようやく我の前に。よくもたばかってくれたな。返せ、それは必要な贄なのだ。返せ。おい、これ以上あのバカに無茶をさせないために手を貸したのだぞ。あんなやり方で結界を破ろうとすれば、奴の方が先に壊れてしまう。早く止めてやってくれ。待って、あんまり乱暴にはしないであげて。だって、あいつは、その…ユキナちゃん？
なに？このバカ、お前は一体どこまでバカなんだ。こんな無茶をするものがあるものか。ふん、このよそ者め、ようやく顔を見せおったな。くれ、もう手を貸してやれそうもないが、礼儀の高い人を食えばきっとまだ。不可能で人食いはご法度だと言ったのはお前だろう。すまないことを言った。何？人食いが人を食うのをやめれば寿命を縮めるのは必然だというのに、すまないことを言ってしまった。その詫びだ。バカを言え。その地の法度を犯せば我らとて土地を追われるのだぞ。それでも良いではないか。生きてさえいれば、生きてさえいれば、いつかまた星をかけて面白き勝負をすることもできよう。いつか、いつかまたそんな日が来るかもしれんではないか。だが、だが貴様が死んでしまったら、もう。バカ、バカ者、私のことなどではない。お前だ、お前のことなのだ。お前まで故郷を追われてしまう。お前は生まれ故郷を追われる寂しさがどれほどのものか、まるで分かっていないのだ。分かっていないのは貴様だ。生きてさえいればいつか故郷の地も踏める。生きてさえいれば、生きてさえいれば、我はどんな罰を受けても構わなかった。バカ者、バカ者が。すまなかった。お前から逃げるように姿を隠したりして。だがお前にだけは老いて弱った姿など見せたくなかった。いつまでも対等のままでいたかった。貴様の方がバカ者だ。もとより上も下もあるものか。だがもし決着がついてしまったら、よそ者の私はもうここにはいられなくなるのだろう。
そんなもの、決着がつけば今度は再戦の約束をすればよいだけと思っていた。我はどうも言葉が足りぬようだ。我の方こそ許せ。いや、私が早とちりだったらしい。やはり眠りにつくのならこの地がよい。せっかく友ができたのだ。どうせ眠りにつくのなら私はこの地がよい。待て、友、友だと言ってくれたのか。ああ、そうさ。深野には生まれ故郷よりも長く暮らした。ここは実に暖かく美しい町だ。しかも私のために花を備えてくれる者がいるならもはや申し分ない。ずうずうしい、ずうずうしいやつだ。だがそうだ、深野は美しい。どこよりも美しい土地だ。よそ者のくせに、それがわかるのか。わかるさ。私はもうどこにも行きたくはないのだ。ここを追われてまで行きたい場所などどこにも。魔法使い殿には世話をかけてしまったようだな。いらぬ世話と言いたいところだが、かたじけない。娘たちよ、そなたらにも恐ろしい思いをさせてしまったようだ。いいえ、私の方こそ、その、ぶったりして悪かったわね。何、傷など放っておけば、いずれは癒える。体の傷などいつかは癒えるのだ。よかろう。安いことだ。ありがとうございます。でも本当に良かったんですか？
友がいらぬというのだ。ならば我にとっても永遠など無価値だ。友が去った後まで続く永遠など、さらば。私だけじゃなくて、ユキナちゃんのことも助けてくれたから、別に私は。警備員の人は本当にあのままでよかったんでしょうか。警備員？ほら、人狼だってさっき。ああ、あの綺麗な人？マキナ、まさか生贄になりたかったってわけじゃないのでしょ？寿命だって言うなら、どうしようもなかったに決まっているわ。そうだけど。こっち見て。はい。そうなんですか？それがあなたにとって調和を取るってことなのね。最初は人じゃないものと話し合ったって時間の無駄。用意なんか問答無用で叩きのめせばいいって思っていた。けど今回に限って言えば、もしそうしてたら後悔してた気がするから。いいえ、ひょっとしたらだけど、今まで私が相手をした用意の中にも、ひょっとしたら。か？な、何よそれ！
そうね。みんなのことを守るのが魔法使いのお役目なのよね。でも、その中には私のことも入ってると思ってもいいわけ。あなただって出会い頭にビンタで叩きのめされたのに。あのさ、あれはね、これでも私が悪かったって思ってるのよ。だからさすがにやりすぎだったかもって後悔してたの。なのにただのお役目だったとかそれでよかったなんて言われたら、余計言い出しづらくなるでしょ。ムツキにいつごめんなさいって言えばいいのかタイミングがわからなくなるじゃない。話は終わってないんだから。ちゃんと力の使い方を習いたいの。あなたの弟子っていうのはやっぱり気に入らないけど、ムツキのやってることは少しだけ理解できるようになったつもりだから。私もムツキ君から魔法を習ってみたいです。は？そんなの聞いてないけど。今さら何？見ていなかったらあなたのところへ行くはずがないでしょ。はい、私もちゃんと見ましたけど。当たり前でしょ。私とユキナちゃんはちっちゃい頃からずっと一緒だったんですよ。友達なんだから当たり前でしょ。お友達なんだから当たり前ですよね。あなたね、昼にも教えてあげたばかりでしょ。まさかもう私たちの名前を忘れたの？しょうがないよ、ユキナちゃん。私は
神掛牧菜です。神掛ユキナよ。だから昼間教えてあげたでしょ。あれをずっと探していて。あ、もちろんムツキ君がくれたのとは違って、細い棒に何枚も布を重ねたような形で。マキナ、あれじゃわかるはずないでしょ。私たちが探しているのは人形よ。はい、お月様って言うんですけど、